ダリオ・グランディネッティは、アルゼンチン・サンタフェ州、ロサリオ出身の俳優、国際エミー賞を受賞している。ペドロ・アルモドバル監督の作品としては、トーク・トゥ・ハート・ジュリエッタに出演し、アルモドバルが制作を務めた、人生スイッチにも出演した。サッカークラブの CA リーベルプレートのファンである。グランディネッティ・グランディネッティは1980年に、テレビ俳優としてデビューし、 1984年のダース・クエンタで映画デビュー、徐々に映画俳優に移行した。主にアルゼンチン映画家アルゼンチンが制作に関与する作品に出演しているが、1998年にはボリビアのエル・ディアク・ムリオ・エル・シレンシオに出演し、初めて国外で制作された作品に出演した。1989年から1992年には、 エウラリア・ロンバルテ・リョルカと結婚して2市を設けている。1995年4月7日には女優のマリサ・モンディーノと結婚して1子を設けた。近年にはいくつものスペイン映画に出演しており、スペインのテレビドラマにゲストとして出演することもある。2012年には国際エミー賞を受賞し、同賞を受賞した初のアルゼンチン人俳優となった。ありがとうございます。